エビバリシェゲナベイベーアローハー。今日の今県ハワイライブです。はい、皆さんお元気でしょうか。今日ね、ハワイ2020年10月の6日火曜日、まだね太陽こんなにギラギラ、海もキラキラ光ってるところで今県撮影してます。今のね一周回ったので今日どこで撮影してるか皆さん分かったと思うんですけど、いやいや昨日のね奥今県のねつぶやきコーナー、あんなにウケると思いませんでしたね。で昨日ねあそこでね撮影したんですよ。で今県話そっちのけでずーっとここのなんていうんでしょう、こう桟橋、ここでねまたねホヌ来てないかどうかすっげーなんかのそっちの方に聞いとられてて、奥今県の話あんまり聞いてなかったんですけど、なんか皆さんウケたみたいでよかったです。あの宇宙とかなんかそういうスピリチュアルとかそういう話すっげー大得意なんですよね、あの人ね。なんで皆さんからの反応すげー喜んでましたよ。なんかあの今日ね今米返しが必要ないぐらい、もう奥今米返しで皆さん結構盛り上がってましたよね。はい、ということで、さっきからずっと映してるんですけど、今日ホヌいるかな。お、ここね、これが面白いんですよね。おお、今日ね今なんですけど、潮がね上げてる時間じゃないんですよ。なんですけど、満ち潮の時間が近いわけでもないんですけど、今日波がちょっと高くて、だからねここもねなんか波が走るこの姿見れて面白いですよね。まあそうやって考えてみると今日もじゃあ炎出てこないかな。あー今いたかと思ったら違った。はい、じゃあですね、昨日のね奥今米返しもしてますけど、今県のね、から今米返し行ってみたいと思います。ただその前に、チャンネル紹介させてください。はい、今県ハワイです。このチャンネルは、ハワイからこのように、一発撮りで編集加工しない、動画を映像を、日本の皆様にお届けしてます。もちろんハワイの人、アメリカ本土の人、世界の人にも見てほしいんですけど、なんでねこうやって今県やってるんですけど、今県のねこのね笑いと喋りが気に入っていただけたなら、ハワイ情報だけではなくいろんなことをつぶやいてますんで今県もね。なんで笑いとこの喋りが気に入った方はチャンネル登録、気に入らない方はチャンネル登録していただかなくてもいいや、もう。はい、ということで強気になってます。はい、じゃあねここ歩きながら行ってみましょうか。はい、まずね昨日なんかね今県の奥今県の声がねなんか結構受けてましたね。城道子さん、奥様の声ハスキーで聞き取りやすいです。で城道子さんなんか瞑想効果出てる様子でよかったんですけど、ハスキーかな。はい、でねあとね奥今県の笑い方、町口光子さん、お二人の笑い声一緒に思いましたって、これも似てるかなと思うんですよね。はい、それから優子志田さん、奥今県さんおしゃべり上手ですよねって。僕もね今県よりね奥今県の方がしゃべりうまいと思いますね。なんで僕はもうこのチャラい路線で行くしかないかな。はい、それから、奥今県の体験話、坂上さん、子どもの頃の不思議体験も聞きたいです。カウルンさん、奥今県さんの実体験聞きたいです。いやいやこれねちょっとねほんとね触れちゃいけない部分かもしれませんよ。皆さん結構ね本当にこの人いろいろすごい体験してるから聞きたいでしょうけど、結構いろんな本当話あってなんかね、いや本当いろんな話ありますよ。はい、僕もって最初の頃思いましたからね。はい、なんで、まあそういう意味で言うと面白いネタですね。あ、で今日ねちなみにサンダルで来てます。なぜかというと、最近体調良くなってきてるんでなんかもうねほら足の裏健康法しなくていいかなと思って。ただ皆さんハワイ来た時はねここ足の裏健康法してね、あの一番先まで行ってみてくださいよ、今県みたいに絶対足痛いから。はい、それからね、小松原京子さん、いやギガがなくなったとか大変でしたね。それね面白いですね、ギガなくなるとかってね。はい、なんで、お帰りなさい、よかったですよまた来てくれて。はい、でねハワイで UFO を見たって話してましたけどすごいですね。はい、またね今度そういう話とかコメントね入れてください。
それからロミカさん、やっぱりこういう話ロミカさん大好きだよね。いや絶対ロミカさんには受けると思ったんだよな、狙い通りでね。奥今県ね、マジでね鈴欲しがってましたよ。なんでね、またまたねおねだり今県かもしれないですけど、ロミカさんぜひね奥今県に対して宇宙人呼ぶ鈴ファンディングお願いします。鈴ファンディングだってこれ面白いよね。はい、それではユッキの母さん、新しい企画面白いかな、これから楽しみにしてます。いやー面白いと思います。でね、難しい話はね、奥今県大丈夫ですから、噛み砕いて言える人なんで、というか噛み砕いて言えるぐらいいろんな経験してるんで、ちょっとやっぱり気持ち悪い話もあるんですよね、あの人の話にはね。はい、けど難しい話じゃなくて、どんどん、進めていけるから、毎週のこのコーナー楽しみにしてくださいね。はい、それから広野さん、広野さんも宇宙話好きなんですか。ご家族でぜひ聞いてくださいね。健太郎くんも宇宙話好きそうですよね、わかんないけど。はい、涼子さん、ハワイ島での星観察は本当宇宙が近くに感じてワクワクしますよねって。僕も行きましたよ昔、あそこ本当にけどすごいですよね。なんか手伸ばして星つかめそうですもんね。いや絶対にね、なんかつかめないと思っても人間ああいう時に手出すよね。手つかもうとしてこうだから手にグッからほらグッパーとかやってみたりするけど絶対つかめないのに人間面白いですよねそれね。りょうこさんもきっとやったんじゃないですか。はい、77杉さん、杉さんが宇宙の話に感動するっていうか、あのなんかね杉さんもそういう風に言ってくると思わなかったな。また宇宙の話レギュラーでお願いしますって。いやもう宇宙話杉さんに頼まれたらもうレギュラー化しないとダメでしょもうね。はい、ということで、今頃なんですかね、バックのそろそろあの梱包とかしてるあの頃ですかね。はい、いやということでね、杉さんバックの梱包よろしくお願いいたします。ペコリ、皆さんも待っててくださいね。はい、ということで皆さんに対してもペコリ。はい、それから樋口真理子さん、頭の中でマーズアタックインディペンデンスでぐるぐるって、いや古ーって自分でも書いたけど本当古いねいや樋口真理子さんには本当いろんなこと言えるから俺も楽だよな。なんか全然忖度コメントしなくてもね、もう本当ね、もうこうやってディスっちゃってもいいもんね樋口真理子さんね。はい、いやもう関西のおばちゃん代表すごい強そうだよね。はい、なんか仕返しくんのかな。はい、ひとしさん、ここでねひとしさんフォースを信じなさいって、このセンスさすがだと思いましたよ。だって宇宙話と来たらもうスターウォーでしょ。でフォースを信じなさいって、これはね本当俺はひとしさんを信じる。はい、ひとしさん本当にまたまた面白いのありがとうございますペコリ。はい、おーおー波来てまたバサーっていくかもしれないな。はい、でね佐藤さんもすごいですね、アニメのテラフォーマー知っててゴキブリとの戦い、昆虫化された人間とゴキブリとの戦い知ってるな、すごい、あれは実は面白いね。はい、あのアニメね見てない人いたら見た方がいいですよ、特に男性の人絶対面白いから。はい、それから三岡陽子さん、地球外生命体信じてるんですよ、それ話すと主人はいるもんだったら捕まえてみろと小馬鹿にしますってことへのね、これに対してのね奥今県のね返しが面白かった、もう捕まえてるよ宇宙人のあんたをねって三岡陽子さん、これ言っちゃったらどうなんだろうね、せっかくのね結婚記念日にね、なんてそれ言ったら本当面白いな。けどお弁当には何そういうスパイス入れちゃったんですか。いやいややるな本当に、主婦は怖いわ。はい、それからそれを受けてミランダさん、今県ご夫妻はポジティブ性からハワイに舞い降りた宇宙からの使者ってなんで知ってるんですかミランダさん、実は今県も奥今県も宇宙人ってこと。はい、宇宙という括りで考えたらね皆さん全員宇宙人なんだから。はい、ということで、三岡さん旦那さんにそうやって言ってください。はい、あとね小暮さんのお土産話何気に盛り上がってましたよね。で小暮さん、お土産お酒にしようかと思いましたが飲むと怖いから甘いものにって、これね本当にねリアル今県ファミリー知ってる人しか書けないね、あの人に酒飲ませたらちょっと怖いよね本当ね。はい、けどね小暮さん大丈夫なんですよ、
脳梗塞ずっとやっちゃってから酒はね本当に今控えてますね、あの人ね。はい、まあたまに僕が帰った時に食事したりとかする時はちょろっと飲んでるみたいなんですけど、だから酒持って帰っててもね、やっぱ甘いもんでよかったかもしれないね。はい、ありがとうございました、そういうお気遣い、ペコリ。あ、小暮さんが泊まったヒルトンの方かにペコリ。はい、それからね、カジカヤコさん、小暮さんのお土産ネタね、ちゃんとお土産買ってくれてるのね、優しいって。いやー、優しいっつうか、まあ、小暮さん買うよね、だってね、いろいろね、なんかうちでね、まあいろいろほらね、小暮さんね、何回ぐらいご飯食べたのかな、もう100回ぐらい行ってんのかな、わかんないけど、そんな行ってないか。はい、それから KYK さん、この間さすがに、宮古島行ったっていうだけありましたね。はい、小暮さんのお土産の雪塩サンド、ナイスチョイスですねっていうことなんですけど、なんかあの KYK さんもたくさん美味しくいただいたらしいですね。はい、それからクガニチンスコ、何ですかこれ、もう一回見ますね、クガニチンスコでいいんですか、上品なお味で美味しいですよって。いやー、なんかそれもおすすめなんですかけど小暮さんもう帰ってきちゃったからな、クガニチンスコじゃあね、次宮古島行った人行ってみてください、買ってみてください。ほんでその後ハワイ来たらもちろん今県へのお土産にもよろしくね、ペコリ。はい、じゃあね、今日ね、最後は関口さんと思いつつ、いやいや、バービーさん超原稿作成ギリギリだからね、ちょっとねあんまり書けなかったんだけど、なんか月のはしご今県も奥今県も登りますよ。じゃあバービーさんの、娘さんが、バービーさんにプレゼントしたという月のね、なんですか、領地土地、ぜひぜひ遊びに行かせていただきますよ、本当にねえ、バービーさん、その時はねバービーセッターよろしくお願いしますよ、ペコリ。はい、じゃあね、最後はひと、あ、関口さん、ひとしさんじゃなかった、ごめんなさい、ひとしさん、宇宙スピリチュアルなことは自然に受け入れられます、こうして今健さんご夫妻、今健ファミリーの皆さんとの巡り合いも世界77億人いる中での奇跡的なことだと思います。今健さんとの出会いでポジティブな思考が生まれて毎日が楽しくなるし、奥今健さんとの出会いで自分のスピリチュアルな部分が刺激されて毎日元気になってる、なってくるか。はい、なんだか宇宙の法則にのめり始めているような気がします。うまいな関口さん、もうほんと最近うまいですよね。いやもう、関口さん、もしね今健ポジティブ塾があったら、関口さんはもう本当に塾生の中で頑張ってるというか筆頭ですね、きっとね。だって毎日今系のこういう米返しの中でポジティブな言葉を使う練習とか、ポジティブな言葉をこう考えてこう生み出してる、そういう練習とかを繰り返してきたからこういうコメント書けるんですよね。なんで僕はすっごいと思いますよ関口さん。ということで、ダイヤモンドヘッドに向かって関口さんの文才にペコリ。はい、ということで、すっかりなんか亀を探しに来たり忘れてる今県ですね。はい、じゃあね、関口さんが綺麗にまとめてくれたということで、お後がよろしいようで、今日もじゃあ今米返し無事に終わりました。はい、じゃあね、今日のキーワードなんですけど、お仕事、キーワードお仕事って書くんじゃなくてちょっと違うんですけど、いやーちょっとね、本当に今県興味あるのがハワイ、アメリカ、まだねすっごいやっぱロックダウンっていうか、まあロックダウンじゃないのか、はい、なんですけど、すごいやっぱね、未だに大不況で失業率バリバリとか悪いニュースばっか聞くじゃないですか。まあそういうのは今県は言わないようにしてる主義なんですけど、はい、けどやっぱりね、生活しててね、いろいろ辛いわけですわ。だから今日もこうやって骨の金融探しに来たんだけど、今日もダメだったのかな。はい、なんでね、皆さんに聞きたいのは、日本はコロナショックなんか結構ほら回復してきてるって聞くじゃないですか。だからコロナ前と今の状態でお仕事とか生活ぶりとか、どうなんですか、回復してんですか。でまだ何ていうんですか、私は全然ダメで、もう不況でダメだとか、失業中だとか、辛いとかっていう人いるかもしれないんですけど、なんかねその辺ちょっとね赤裸々に書いてほしいなーなんて思いました。まあ書ける人でいいんですよ、もちろん言える人でいいんですよ、差し支えのない程度にね。なんで、コメント終わってから
今日のキーワード、特別なキーワードじゃないんですけど、皆さんのそのセキュララな言葉をちょっと聞きたい。はい、逆にね、そういうセキュララな言葉を聞いてね、あの元気出せる人もいると思うんですよ。なんかほら、また一体感、みんなそうなんだ、じゃあ俺も頑張ろうとかね、俺だけじゃないんだ、私だけじゃないんだとかね、わかんないんですけど、なんでそういうね、皆さんへの励ましコメントも含めてお待ちしてます。なんでぜひぜひね、その辺ちょっと書いてください。はい、ということで、ほらサップの人もね、女性の人もね、ほらアウトに向かってるでしょ。今日波いいんすよ。だから久々にこれから、夕方サンセットサーフかな、今県も。ということで、今日も最後まで見てくださってありがとうございます。はい、Thank you so much. マハロー。シェケラベイベー。バイ。